はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。ワウコリアに今日出た記事ですね。韓国新外相習主席の訪韓が望ましい…中韓は期待レベルを下げ未来へと進むべきということでですね、なんかですね、あの昔の大村コーンみたいな顔したですね、あの韓国の新外相の写真が載ってますけども、ちょっと読ませていただきますとですね、全部出てきてるのか、はい、韓国のチョ・テオル新外相は12日、習近平中国国家主席の訪韓は日程が調整され次第実現することを歓迎し、できるだけ早期の訪韓が望ましいと語った。チョ外相はこの日午後ソウルの外交部庁舎で就任記者会見を開き、習主席の訪韓は韓日中首脳会談と必ず連携させる必要はなく、メットに推進すべきだ と語った。チョ外相は、韓日中首脳会議後に習主席の訪韓を推進するという方針があるというわけではない。とし、韓日中首脳会議については、すでに3国間において開催されることが望ましいという共感をにゃみにゃみにゃみにゃと。また、チョ外相は、ユン・ソンニョル大統領の訪中より、習主席の訪韓が優先だと語った。チョ外相は、これまで我が国の大統領が北京を訪れたのは6回であったが、習主席の訪韓は1回だけしかないと存じているとし、自然の流れでいけば今回は習主席が訪韓するのが望ましい順序ではないかと考えていると語った。まあ以下うにゃうにゃって書いてあるんですけど、あの中国と韓国の関係ってはね、旗でこうやって言ってたらね、なかなか面白いですよ。何がというとですね、完全にですね、中国がですね、韓国を見下してるんですね。もう完全に見下してます。もう属国扱いです。まだあのユン・ソンニョルさんって、北京に行っていなかったと思うんですけども、まああの習さんからするとですね、なんでわしが先に行かなあかんねんと、挨拶で今回みたいな、そういう感覚なんですね。でユン・ソンニョルさんはですね、日米との関係重視なんでですね、ホイホイと北京には行けないわけです。別に関係悪化を望んでいるわけではないですよ。一応経済で一番つながり強いのはやっぱし中国なんですよ。まあ一瞬アメリカがですね強くなったりしましたけど、やっぱり基本は中国なんですね、韓国の場合。なんでですね、対等な友好関係を望んでいるんですよ、韓国は。ところがですね、中国はですね、対等なんていうことを認める気はさらさらないんですね。まあ、形式上はですね、まあ、独立国家同士という体裁をしますがですね、完全に属国扱いでですね、お前らがですね、ホイホイ来るんだったらですね、まあ、迎えてやってもええよみたいな、そういう関係です。まあ言ってみればあんまりこう気にしていないですね、中国は。で、韓国はですね、それが気に入らん、気に入らないんですけどね、対中国に関してはね、どっかやっぱしね遠慮してるんですね。もう1000年以上も属国でしたからね。でその前はですね、喧嘩して負けてばっかりですから。韓国が中国地続きなんでですね、何回か喧嘩したことあるんですけど、大体負けます。中国人もそんなにね、こう、強い民族じゃないですけど、やっぱり数でね、韓国よりも多いですから、やっぱり大体いつも負けてしまって、はい、すいませんってやってきたのが歴史なんですね。なんでですね、あれですね、しゃあないですね。やっぱりそういう歴史です。で日本はですね、中国とも韓国とも戦ったことありますが、ほぼ負けていないんですね。WW2 で、ですね、日本軍は国民党軍に降伏をしましたけれども、戦闘で負けたことはほぼないんですね。ほぼない。で歴史上もですね、負けたのは白村江ぐらいかな。
白村江の戦いで、まあ、負け、まあ、あれはクダラを助けに行ってですね、ちょっと派手めに負けた、海上戦でね、派手めに負けたぐらいで、あとはほぼですね、負けていない。で、元寇も追い返しましたしね。まあ、なんで日本はですね、中国に対して、お前らな、という、そういうですね、ちょっと対等感があるわけですよ。対等感もあるしですね、優越感もあるわけです。でも、韓国は全くそれがないです。昔ね、1990年頃までね、韓国の方が圧倒的に経済的に強かった時代があるんですね。中国が貧しい時代に。でそういう時にですね、お隣さんの人たちはですね、どうしたかというと、思いっきり中国をバカにして喜んでたんですね。あいつら貧乏やとか言って。で、瞬く間に追い越されてですね。で、中国人の方が豊かになった。まあ、まあ、まあ、一部ですけどね。なると、途端に卑屈になるんですね。例えばですね、日本海のことをやつら東の海、トンヘやって言いますけど、西の海はですね、黄海なんですけども、それをこう、西の海に、あれなんていうんですか、だから主張はしませんね、対中国に対して。日本だけなんか偉そうです。しょうもない連中ですよ、ほんまに。で、昔々ですね、朝鮮がですね、秦という王朝の属国であった頃ですね、毎年毎年ですね、美人を何十人も送ってですね、貢ぎ物をいっぱい送るんですね。で、中国の年号も用いてたわけですね。だから年号が変わってもですね、わからないからですね、1月2月は暫定期間があったわけですね。でそういう時にですね、秦からですね、ソウルに向かってですね、勅使がやってくるんです。勅使と言いますのは皇帝陛下の直々のお使いという。これはまあ皇帝陛下の代理人なんですね。まあ大体宦官なんですけどね。大体宦官がよしてて、へーってやってくると、それをですね、朝鮮側は必死でおもてなしをするわけですね。でソウルの外にですね、その勅使様をお迎えするわざわざですね、門を設けたんです。それは勅使様しか通れないというですね、門を設けて、でその外までですね、朝鮮の李氏の王様がですね、出向きましてですね、勅使がいらっしゃる時にですね、三旗九叩頭というですね、こうお迎えの仕方をするわけです。それは何かと言いますと、地べたにですね、土下座をするわけですね。一回土下座をして頭を下げたらですね、地べたにですね、三回頭を つけるわけで、カーンカーンカーンと。ほんで立ち上がってですね、それからもう一回座ってですね、またそれを一回やるわけですね。それを三回繰り返す。これを三旗九叩頭と言います。たかだかですね、皇帝陛下の宦官ですよ。に対してこれだけの礼を尽くすというのがですね、お決まりでございます。李氏朝鮮歴代王様それをやってきました。辛かったでしょうね。それはなんていうか、国の中にいれば王様ですけどもですね、たかだか中国皇の皇帝の使いの宦官に対してですね、そんな迎え方をして、ほんでもう下にも礼遇をしてですね、賄賂をいっぱい渡してですね、歓待をして美味しいものを食べさせてということをしなければいけないかと、まあいわゆる皇帝陛下と同じですからね、まあそういう時代を何百年もですね、続けてきたのはお隣さんであって、向こうの中国との関係、日本はそういうことをしたことはございません。なんでですね、この関係性がですね、今でも濃厚に残っているというのが、中国と韓国の関係ですね。で、思いっきり馬鹿にされてるわけですね。で、ムン・ジェインがですね、こう、行ったことがあるんですけど、北京にですね。で、まあ、習近平ですね。で、国賓として行ったわけです。で、何やったかな、6回飯を食う時間が、ね、ちゃう、6回、8回やったかな。で中国側が付き合ってくれたのは2回だけなんですね。国賓の場合晩餐会がありますよね。晩餐会1回と朝飯1回、あとは誰も出てけへんおまけにですね、そのブン・チェンについて行った韓国側のカメラマンがですね、中国の警備兵にですね、何をしたんか分かりませんがですね、殴られ蹴られの大暴行を受けてですね、半身不随になったそうなんです。それでもムンジェインは文句一つ言わなかったです。情けなでしょ。それが中国と韓国の関係なんですね。
なんでだからこうやって見てると、おおまたあんなことやってるわみたいな、あ情けないあいつらみたいなというのが見えてくるんで、なかなか楽しいですよ。はい、こう卑屈な韓国人とはもう一気に浮かび上がるのが中韓関係ということでございますね。ワウコリアのこのサイト一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。